セカンドというセカンドどうか、セカンドはアウト、アウト。でもいいですよね。もう本当野手にしていいようなピッチャーですからね、バッティングもいいですから。そうですね。一二塁間、セカンド太田追いついた、一塁はどうだ、アウト。打球はちょうど一二塁間の真ん中に行って、セカンドの太田が追いつきました。少し先でしたかね。あ、そうですね。ファーストゴロ、二塁に送った。難しいプレーですが、よく取りました、取りました。今宮グローブを飛ばされなかったですよね、今ね。よく取りましたね、今。テクニーランナーを背負っています、北木。お手元のセカンドゴロです。アウトになりました。ここは中村翔吾がうまくさばいています。二塁ランナー深井が三塁進んでいます。セカンドゴロになりました。ここはやっぱりトップですね。打球と、うわー、一塁へ、あー、源田、源田、源田ですね。あら、この怖い打球、さばきますか。めちゃくちゃ怖かったと思いますこれ。いや、これもう難しかったと思いますね、バットの動きにしながらですから。大丈夫だっていう感じですよ。なかなかね、あえて飛んだ方向にそのままバットボットまで飛んでいくっていうケースないんですよね。あー、クラスになると違いますね。下がワンアンドツー、今度はストレート転がっていますね。フェアゾーンで取って、海外距離送球、素晴らしいですね。ここはジャパンのね、キャッチャーの守備を見せました。やはり逆に今取らなかったらファールになってますから、いけると思ってあえて取ってますからね。そんな感じで見事な守備でした。高いバウンド、三遊間に持っていった、セカンド送球、デスパイネでアウトです。これがあるね。いや、あの三遊間の難しいあたり、中村が取ったら、お手元のあたり、サード取って、一塁は足が速いが、セーフになりました。さあ、ここで藤本監督が出てきてリクエストを要求します。あー、グラブに入っている方が早いような感じにも見えましたね、今。これはでも低めのショートバウンド、中村晃がよく取りましたね。いや、この辺りの、ね、グラブさばき、中村選手非常に上手いんですよね。ですね。ました。アウトです。坂部はサードゴロということでワンアウトになりました。どうか、サード安田。よく取りましたね。よく取りましたね、今。安田のいいプレーが出ました。この三塁線。二球目打っていてショートだった。炭谷がタッチをしてアウト。そして西野は二塁に行きました。いやー、ショートの山崎剛よく取りました。ベンチの中島監督は悔しそうな表情でした。これはうまく拾って、ライトへの打球は届きました。ライトナイスプレー、周東の足が生かされました。いやー、今のは抜けたと思いましたけど、宇宙間のもうボール追い越しましたね、ちょっと行き過ぎましたね。宇宙間のもうまさにど真ん中のところで、ただ周東が追いついています。打球はライトへ、ライトへ、どうだ、右へ切れていく、ファールゾーン。中川取っています。追いましたね、最後まで。本当にそうですね。ナイスプレーですね。その小深田にどういう状況で回すか。セカンド取って二塁アウト、一塁回ったダブルプレー。ここはセカンド西野、素晴らしいプレーでした。
流れるようなプレーでした、うん、そうでしたね、いいプレーでしたね。二遊間梅林とのバッテリーということになっています。強い当たりはショートが追いついた、一塁間に合いました。ショート上川端好プレーでした。今のもいいプレーでしたね。浅村の強い当たり、はい、伏見の打球レフトバックする、角中バックする、バックしてランニングキャッチか、角中取りました。いやー守備でも好プレー、角中今にも笑顔です。よく取りましたね。そうですね、ちょっと伏見のスイングがちょっと甘かった、弱かったっていうか、はい、ダブルプレーです。いやーここはピッチャーの根本素晴らしい反応でした。反応でした ね。しかしこの回浅村にタイミングが出ました。イーグルス1点を先制しています。レフトへ上がりました。大きな当たりになっている、フェンスに張り付いてジャンプ、大きな山口の球フェンスに張り付いて、そしてタイミングよくジャンプ。出身浅村が打っていってショートくんで一瞬よく取っているぞ、ナイスプレー。上川畑がファインプレーで、ナイスプレーですね。ピッチャーを救います。ツーアウト、いい反応しましたね。全身守備であの速い打球、はい、しかも逆シングルでしょ。そうですね、変化球って打ち上げました。レフトが下がっていきますが、まだ下がって、まだ下がって、ジャンプはどうか、取っています。レフト小深田、まあ、今日も体を張ったプレーを見せました。なかなかね、内野手なんで、はい、ああいう、こう大きな当たりっていうのはちょっとこう打球感もなかなかないでしょうし、ね、本当浮いてしまいましたが、浮いている、あっとパーセント取っている、セカンド飛び出している、ダブルプレーになっています。ファースト鈴木ファインプレー、鈴木の見事な守備でした。今のはあれか防ぎようないですか。鈴木のこのファインプレー褒めるべきですか。はい、あの鈴木のファインプレーはもうまずありますよね。そうなんだろう、ここですかね、ここ飛び出していたのが